はい、どうも皆さんこんにちは。今日も毎日頑張っていきましょうっていうことでね。外雨すごいね。というわけで今日は友人のヨッピーさんが家に来ております。はい、というわけで、はい、本当にやってない人はどこまでいけるか説、はい、本当にやってない人、魔王にも勝てない説を検証します。ああ、うちのね、幼女ちゃんがね、あのやって大魔王まで行ってるよ。やってないって言ってたやつが、あ、一旦大魔王まで行ってるで負けた。ああ、まあちょっと心苦しい感じ、つばぜりで負けたな、あのゲージあるやつ、 あれで負けちゃったから結局負けちゃった。でもそれまで完璧だったよ。相性も発動したし、うん、相性も発動させてあれやってんの、ね、よ。本当にやってるやつは魔王にも勝てねえんじゃねえかと思って。それは無理さ。というわけでやってもらおうと思います。アナ出て押せよ。口笛吹いてんだけど、俺初めて見たわ、マイクにさ口笛吹くやつ実況し初めて見たわ。口笛吹いたらもう風しか残らんだろ。ああそうかも。うん、相手チームの登場だ。でさっきねオフで作っていただいたんで、チームは勝てるかな。勝てんのかな、こいつ。いけるよ、1690。真ん中のやつジョーカー出てこやへんやないか。そうやね、ジョーカー統一できなかったね。これ何のチームですか。ドラクエボークでボスに出てくるやつ。ボスなの。え、待って、ボスだこいつら。ちょ、なんていうの、まあ、レイドのやつではないけど、まあちょっとしたボス的な。ブリザードも出んの。なんかレベルが上がってったら強くなるよ、相手。相手なさ、ザコの集まりなんだけど。まあゴロスキはちょっとちゃうけど、簡単だけどさ。始まった、頑張れ、いけるぞ。本当にやってねえ人のプレイが見える。わかんなかったら聞いて、一応戦闘名は言わんけど、操作はわかんなかったりやって、うーん、まあ、2択から選んでいって、で右下溜まったらもうあのドカっていうの打てるから。なんか喋るよ。5秒溜まったらもう、5秒溜まっちゃダメだよ。5秒溜まって、おい避ける、いい避け入んね。5秒溜まったら実況しちゃダメだよ。うわ無理やな、これは無理。いや行ってこい、雷の注意が降り注ぐ。おい293、あいいね、振って、そう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 、うまいうまい、覚えてんね、やっぱ基本操作覚えてんね、さすがに。一回スパルタ教えたから。スパルタ、うん、俺スパルタ教えた、あいつスパルタ、あ買って、確かいけ、ゴロつけ、ゆっくりでゆっくりでよ、ゆっくりでよ、カブンマドス。氷を食べて空気を吐き出せ、ゆっくり見ればいけるよ、できる、そう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 、できてるできてる、うん、おっと相手の攻撃、真ん中だけジョーカーじゃねえ。確かに、フォークで出んのあいつら。え、あいつらウォーク出んの、逆に敵のあいつら。ああ、どんだっけな、あの真ん中のやつの色違いはおるよ。あ、ジェリーマンで攻めてるやな。そう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 、293、おおクソ外した、2外した。ここより操作が当たりを包む全体攻撃、おえっ。よう避けんな、あの泥みたいなやつ。あれブレスって避けんの。あー、いや呪文は避けられないやろ、うん、あれブレスは凍える吹雪はあの避けられるよ、それはブレスだからね。あれ呪文は避けられないよ、ブレスは避けられるよ。そうやったっけ、あのどういう認識か分かんないけど、あのジョーカーと違うから、ね、戦闘システムはその大気とか特技が必ず当たるわけじゃないからね。ジョーカー当たったよ、ジョーカーは当たる。よう避けるね、おーしゃ、いけ、ゴロつき、まあまあまあ、いいよ、いいよ、3弾出せたら自分自分、ここまでは順調だ。まあ一応 A と B 打って引く技選んで、それを選んでったら、まあ、まあちなみにこいつの合い技はゴミですね、こいつの合い技はゴミ技ですね、ちなみに言ってるんですけど。クソ技です。うん、B のレインだけの優作 B のボスになるからね。ドラクエウォークでは結構あれ物流ばっかりやね。マジ、うん、へえ、このゲームだと電員砲のイメージしかねえよ。氷の刃で切りつけ、いけ、かっこいいぞ、
るぐらいかな。わかるんだよ、俺レベルだとダメージが。わかるんだよ、やってるとダメージが。腕組んどる。腕組んどるわ。さすがに1回戦はいけるか。実況者の中にはここで負けるやついるからね。まぁ、あ、今回だってこっちレベル99だからね。レベル1だとね、まあ、1回戦で負ける人もいるから、実況者には。ようわからん。それはもうモンスタースペックで殴り切ったらぐらいもんね。あなた、いや、モンスタースペックで殴り切ったからでしょ。さあ、2回戦よ。でも、ねえ。はい。さあ、いけるかな、ここ。ああ、ジョーカーの話、うん、ワンでいるよ。ワンでおったっけ、サイコロちゃんいる。おったっけ、ワンからいる、ムインからいる、大目玉4体配合。ああ、そったか。あの、イベントでもらえるね、一体だけ。なんで格好がちゃうでな。こんなピースしてないやん。それはあの、カードの絵じゃん。命令を与えるのだ。別の絵柄あるよ、一応。まあ、聞く技適当になんで、聞かなかったらもう一つの技打ちゃいいんじゃない。基本的に全体か単体かあるから。みんなジョーカーにいるよってか、敵。あ、それは左右は知っとるよ、もちろん。左右知ってたか。やる。エプラントモンスターっすよ。エプラントドラゴンですわ。そう。おー、いい。あいつエプラントモンスターバカにしたから。エプラントモンスターがバカにするから。行ってこい。弱点取ってる。ナイス。やるね、ブリザン。すごい出すな、やるな。まあまあ、そんなくらいでしょ。こいつはもう電位薄らけたからな、基本的に。横との角度にこれ打ったりするよ。これ知ってるでしょ、ムドの隣にいたやつ。なあ、つまり強いんだよ、ムドの隣にいたやつだよ、あいつ。よう使っとるやん。よう使っとるやろ。めっちゃ強いよ。ああ、ですか。まあまあまあ、大丈夫です。全然大丈夫。勝ってる。HP 勝ってるよ。実況者にはここに負ける人もいるから。1回戦に終わっちゃうから。狙ってるよ。今回やってるよ。おー、いいね。300出んだ。さっきとすげえな。おっと、相手の攻撃。まあ。このターンに仕留められるか。おい、あ、いや、仕留められる。これはいった。このターンに仕留めた。これ魔王できるな。魔王突破しちゃったな、多分。魔王は突破できるよ、これ多分。やっぱり、まあでもね、あの幼児ちゃんと比べたらまあ全然違うかな。1 クソ、作品クソ。1はかわいそうだわ、あんまりだわ。はい。あ、ディスってるやん。ブルーカムしてる。はい、溜まった。王が勇気で道を触れた。適当になんか選んで、だってもう30ぐらい出てる。凄まじい、今オーバーキルを体験してるけど。あ、なんでもいいの。なんでもいい。スライムやったら、まあいいけど、スライムやったらスライムにオーシャンモンで。スライムだとスライム、あれだユッピ知ってるやつ出るんだ、多分。じゃあユッピ知ってるよ。この人工衛星知らんよ。ジョーカー2で出てるね。2で出てる。戦車じゃ知らんの。ジョーカー2でも2とか出てたじゃん、スラブラスター。あーガーゴイルかわいい。ユッピの組んだチームはどこまで通用するか。あ、やべ。あ、これは魔王ですね。魔王です。お、やばい、来た。ドル投げっすや。お、懐かしい。4600や。いけるか。懐かしいな。ジョーカーいるでしょ。ジョーカー大好き人間やね。ジョーカーはちゃんとやってたからね。ジョーカー2やってたっけ。ジョーカーやってたの知ってる。さあ、来たぞ。ワン、ツー、プロフェッショナルあたりに。よ
よ。攻めてこ、攻めてこ。 HP4600 や相手勇気たまんないからね、これ。うん、あの魔物さんって言ってる時はたまんない。こっちは主人公使うと強すぎるせいで向こうがたまる。かっこいいね。そう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 。おいね、よく出すなこいつ。そんなでもさじゃないんだよ。おお、いた、どつく、いけ、ちょっとどつけ。ああ、まあまあまあ、そんなもんだって、そんなそんなもん。笑ったの、ほら、見て、笑ってるだ、あいつ。笑ってるぞ、あいつ。余裕や。あ、あ、まあ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 。足がすくんでしまった。やれやれ。あ、すくんの、笑われたね。あ、これね、140ぐらいじゃない？当たってる。あ、結構出た。結構出た、弱点取ってるのも出たな。数字くらい、140ぐらい、弱点取ったか。いいよいいよ、右下さえ溜まればうまいことタイミング合わせて右下に振れば溜まってくから、それで一応3000いくからね。ワンチャン削り切るのもできるんだけど、4000ぐらいやったら。いいね、いいよいいよ、やれやれ。疲れたよ、さっき返しに出したのなマイクの前でこのコース取っても慣れてないからな。やばい、300くらっとる。誰か白熱のバトルです。氷や炎に弱いからな。でも真ん中意外と頑張ってるからね。あのブリゾンの超頑張ってるから。配信よう出すよ今日は。あいつ氷の刃で切りつけ、今日こいつ調子いいぞ多分。お、本当に調子いいんだよ本当に。ちょ、おかしい、おかしい。出るもんなんじゃないのあれは。やってない人が思ったらそう思う。いいいいいい、わりかし本当にいい感じにいってる。本当だわあいつ。俺が作った時は違うんじゃないかあいつ。体育か、あ、やれやれ。頭かあいつ。やばい、ジャンクのラブや、やばいぞこれ。結構食らうから。あ、よいよいよい、買った。武蔵君カフェ。さすが武道の隣にいるだけあるわ、強えわこいつ。武道の隣にいるや強えんだな。大丈夫かな。あ、まあ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 減るよ、これが減る。ああ、そう、だからすぐ貯めれるかっていうとそうでもない。意外とこっち攻撃参加者たまるよ、2回分かな。あの1回のテストカードで2回分。なるほど、うん、それを上回れればって感じ、ね、いいよー。4ターン目だっけな。キー頑張れ。今度はどうだ。会心出された瞬間にめちゃくちゃ弱いんだけど、配信出さんの瞬間途端に弱くなった200しか出てくるんだ。あいつ大丈夫、これ溜まるか。そうではあるけど、いいかな。あ、まあ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 、ダメージ技うまくいけば溜めれて勝ちやね。入るよ、いよ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 。急になんか刃捨てたね。うわお前170両プロしたじゃねえかよ。いいいいダメージ与えてる、勝ってる。これ溜まった、勝ったまた勝ってる。あれあれ、やったことあるこのゲーム。知るか、いやあるんだ。また出てきた。これ系統、系統っすね。まあ、だからあれだと思うんですけど、まだ出てきつい。あんなんこいつばっかり出勤しても、いちいちこいつ出動してくんのかよ。ああ、勝った。これで変わんの、携帯変わる。さあ何が来ると思う。あ、人型もらえんだっけこいつ。人型います、人型いますね。
出てくるよ。いやあれ、これ大魔王勝ったらすごいよ、神回だよ正直。うん、いや、やり方あんま分かんない人が大魔王勝ったら神回だと思う、このパーティーで。でも意外とね、これね、多分視聴者さん言ってるよ、あれいいチーム組むじゃんって。なんでヨッピーさんいいチーム組むじゃんみたいな。今のところね、個人的に相性を発動してるからね、なんだかんだで人型のやつ。うん、うん、いいチーム組むじゃんって思われてるな。今ちょっと期待されてるよ、今多分ちょっと期待されてるよ。ああやべえ、まさかこれ勝てたらね、すごい、これ勝てたらマジですごいと思う。予想してたの近くてよ、ごめん、乱入。あ、無理、これ勝てたら、あのね、やばいですね、かなりやばいもんですね。おお、懐かしい、エスタークさん。しかも赤目っすよ。あの、大魔王の強さで言うと20体いる魔王の中では2ぐらいですかね。ヤマさんの言うと2ぐらいですかね。やばいやつじゃん、俺でも勝てないわ。そう、安定してはこれ勝てたらね、クリア後に出てくるやつや。まあまあそのレベルだよ。本当にそのレベル。あの、これ勝てたらマジですごい。赤目足、しかも6500回 HP。 うおじゃあなんか赤なってるわ。うん、強いよこいつ。これ勝てたらマジですごい。割かしも本当にあるかもしんない、スペックはあるから。いいよ、全員でいけ、全員言ってけ。いい、いいダメージ出てる、いいダメージ出てるよ、平均出る。まあ無理なんやろうなこれは。俺でも安定して倒せないわ。まあこれ勝ったらすごいよ、一人プレイで。すごい、あ、でも割かし通るんだな、こういうね。でも意外とモンスターのチョイスは合ってるな、相性はいい、モンスターとしては。さあ、モンスター来るぞ。はい、アクションお願いします。はい、アクション。こんな知らん、知らん、こんな食らうんか。剣2本でベバッて攻撃しやがって。あー、するね、するけど使うまでもないみたいになってるよ今。やばいぞこれ、頑張れ。これはね、初めてやる実況者ではまず出ないからね、この魔王は。クリア後じゃない、出ないから。クリア後にしか出ないから、初めての実況者はこれに合わないです、その前に。いけるかな、いけたらマジですごい、神回だわ。おい、おっと、これかしでかい。あ、あ、でもブリザードもいるか、ブリザードもいるから大丈夫かな。この月は多分400くらい持ってかれる。530、もうダメだこいつ。おい、諦めんな、いけるぞ。マジで集中しろ、集中しろ、いけるね。マジで今集中しろ、いけるぞ。集中してできるゲームならいけるな。スマブラのとこ、スマブラと一緒や、スマブラと一緒や。あ、違う、もうボタン押しちゃったで。いい、いけるいける。スマブラと一緒や、ここから集中すればいけるね、きっと。諦めんな、いけるぞ。見て来たよ、もう来たよ。4桁いった。また4桁いった。ザラやわ。ああ、ほら、もう、まあ、かんわ、やっぱ敗北者じゃん。取り消せよ。いけるわけねえやん。あんなん出てきたもん。ラプソン出んのかなと思ったらさ、ストーク出てくんねんもん。うん、ラプソンだよ、ドルマギスターをしたと、普通。たまにエスカットとかが乱入してくるから、あの上手に貯めることだ。勇気上手に貯めろよ、早く。勇気貯めても無理だったよ、あれ死んでたよ、一瞬。ゲーセンの終わり方してるよ。